その名前がどうかしたか。そうか。未定事件簿は BDC ラボに記録された一部の情報をまとめたものだ。私はその中の事件を調べている。いや、予測ではない。未定事件簿はステラ市で発生した過去の犯罪事件から異常な民事と刑事事件をまとめたものだ。ああ、そして他にも多様なデータが収集されている。まずは事件発生率だ。 BDC ラボが成立して以来、ステラ市の事件発生率は毎年一定の数値を保っていた。だがここ3年間で事件の発生率が明らかに上昇している。その多くが失踪事件か精神障害者の犯行だ。なぜ事件が突然増えたのか、その原因を突き止めるのが私たちの調査の目的だ。うちの事務所が調査するわけではない。未定事件簿の調査を担当するのは N2X という調査グループだ。 N2X は秘匿性が高い調査機関で、出資者はパックスグループだ。私はその調査員の一人とでも言っておこう。個人的には君と未定事件簿に記載された事件を調査したい。だが N2X に入るかどうかは急いで結論を出さなくてもいい。まず調査に参加してみてから決めなさい。調査には危険が伴う。 N2X に入ると私の協力だけではなく個人で重い責任を負う案件にも携わるだろう。だが心配するな。君の結論がどうあれ、私の仕事のパートナーであることに変わりはない。未定事件簿に関わりたくなくなったら、通常の案件だけ協力してくれればいい。最後に一点。未定事件簿の調査は内密に行う。信用に足る君だからこそ明かしたと受け止めてくれ。そうしてくれ。ではまずこの案件についてだが、本件の番号は N2X011。 もともとは失踪事件だった。そうだ、被害者は好み傭兵。
ハウゼンヘルスクリニック資材部の部長だった。彼は3ヶ月前に失踪している。警察は彼の自宅で本人が書いた遺書を見つけた。遺書の内容により横領がバレて自殺したと推察された。ファイルの動機を確認しなさい。ああ、しかし書類には問題ありのラベルが貼られている。 BDC ラボが分析した木の実洋平の日常行動を確認したが、彼には自殺の予兆が全くなかった。遺書だけで簡単に自殺だと決めつけては彼の家族も納得しないだろう。二宮の調査は必須だろう。それに横領罪は人を自殺まで追い込むような重い罪ではない。横領罪で自殺した異常もこの件が未定事件簿に分類された原因の一つだ。はい、テミスの佐京です。お父さんが亡くなった。電話を現場の警察の方に渡しなさい。事情は彼らから伺いましょう。そうか。わかりました。岩崎さん、電話を彼に返してください。裕二君、君はまず落ち着いて警察に協力しなさい。軽率な行動は控えるように。私たちは今から現場に向かう。私もパートナーと行動する時の働き方に慣れないといけないな。運転は私がしよう。さっき話していた件だが、一から調査し直す必要があるようだ。二宮ゆきなりが亡くなった。つい先ほどな。警察と救急隊が現場に着いてから遺体を調べたそうだ。死因は薬物アレルギーによる心筋梗塞。
ああ、二宮が心臓病で長期にわたり薬を服用していることはあの家では周知の事実だ。薬物アレルギーといえど服用量を誤らなければ命に直結する症状は起こりにくい。だが二宮の服用量は致死量をはるかに超えていた。二宮は不倫していて夫婦親子関係ともに最悪だった。ユージ君の母親が亡くなったことにも関係している。つまりユージ君には犯行動機がある。それに彼は大学院で薬学を専攻しているんだ。電話で少し話したが彼はひどく混乱していた。彼自身も自分を疑っているらしい。詳しいことは直接聞くとしよう。半年前のことだ。ユージ君の母親、つまり二宮の元妻が亡くなった時、遺産相続の案件を担当したんだ。構わない。私たちはパートナーだ。そこまで気を使わなくていい。好みの死と二宮の死、ただの偶然だろうか。尾形さんに千代を見るよう頼んでもらえませんか。あの子には付き添いが必要なんです。ユージ君、テミスの左京です。今着きました。左京さん、助けて、お願いです。僕を助けてください。まずは落ち着きなさい。こちらも全力で協力しましょう。今は泣いている場合じゃないでしょう。また会ったな、先生。左京と一緒に来たのか。さすが左京仕込みだな。話が早くて助かる。事件は単純だ。すでに二宮裕二が犯人だと確定できる証拠は掴んでいる。全ては話せんが、我々は二宮邸近くのゴミ箱から二宮裕二が捨てた錠剤を発見した。現在は薬剤師であれば申請書を提出した過程での医薬品調剤も認可されている。とはいえだ、捨てられた錠剤から心臓病を悪化させる恐れのある成分が検出された。被害者の漢方の煎じ器具からも同様に。それから二宮は今朝、財産絡みの件で父親の幸成さんと激しく言い争っていたそうだ。その後漢方薬を煎じている厨房で例の薬を漢方薬に入れようとした。これは家事代行の尾形さんが証明している。
矢崎さん、二宮裕二の代理弁護人として捜査に入る。警察側の協力が必要だ。どんとこい、付き合ってやるよ。しかし左京、今回は減刑弁護になりそうだぞ。無罪は難しいだろう。全ての証拠を手に入れるまでその考えについては何とも言えないな。代理弁護人の立場として二宮ゆきなりと利害関係のある人は皆容疑があると思っている。私は岩崎刑事と話があるから、先に裕二君の状況を聞いてきてくれ。すぐ戻る。あなただったんですね。この前パックスの御曹司の弁護を担当した。腕が良くて信用できると左京さんに言われました。はい。でもまだ結構混乱していて、どこから話せばいいのかわからなくて、僕に聞きたいことを尋ねた方が早いかも。はい、妹の千代です。母さんが亡くなった後、父さんが千代とあの女をここに連れてきたんだ。してませんよ。母さんが亡くなったから嫁げると思ったんだろうけど、父さんはそういうつもりがなかったようで。千代は何も悪くないから。父さんとあの女がしたことは千代のせいじゃない。あの子は僕と同じ親の愛情を知らない子なんです。普段は寮に住んでます。週末は千代に会いに戻ってるだけで、この別荘は僕にとって母の形見なんです。父さんとあの女は嫌いだけど、母さんのものが奪われるのは絶対に許せない。あの薬は僕が原料を買って学校の実験室で精製したものです。違法薬ではありません。千代がいつも飲んでいる薬にも同じ成分が入っています。ただ心臓病患者にとって害をなすもので、摂取したらあの女が妊娠中に変なサプリを飲んだせいで千代は生まれつき病弱なんです。知能にも影響してる。なので千代の生活に薬は欠かせないんです。最近父さんが遺言書を書いたんです。全財産をあの女に相続させると。家の担当医の立石先生から聞いたんです。この前容体が安定しているのに父さんが急に遺言を残すと言い出したから、先生から僕に確認の電話が来て、うちのドラッグストアは
母さんが出資して立ち上げたんです。父さんには経営権しかないことも公言しています。母さんが亡くなった時、財産は全て僕に残しました。遺言まで書いて誰かに残せるほど父さんには金がないはずです。父さんの容態についてあの女が訪ねてきたことを立石先生が教えてくれました。きっと遺言書のことを知ってたんだ。立石先生は父さんの弁護士とプライベートで仲が良くて、彼は正直あの女が父さんに近づいたのは全てお金のためだと思います。父さんの体調なんて滅多に心配をしません。確かに僕はその時薬を作りました。でも今日までずっと使うか迷ってたんです。佐京先生が母の遺産相続の件を担当した時に遺産保護対策もしてくれたんですが、数日前遺産リストを確認したら、母から受け継いだ遺産を保管してる会社が父に買収され、遺品が売り飛ばされていた。父は会社の株のことも狙ってる。今日は父さんにその件について説明を求めに来たんです。なのに遺産を寄付しても僕には残さないと言われて、母さんが亡くなる時の光景を今でも思い出す。母さんが残したものすら守れないのかと思ったら、ついカッとなって。僕がやってないと信じてくれるんですか？本当に？千代の世話をしている家事代行です。千代の世話は今までずっと彼女がしてました。あの女と一緒に来た人ですが、尾形さんは僕が何をしようとしたか察したみたいで、僕がコンロの前に立つのを見て必死に引き止めてくれました。人手なしのために自分の人生を棒に振ってはいけないと彼女は諭してくれたんです。僕はさほど度胸なんてありません。じゃなきゃとっくに。だから尾形さんの話を聞いてためらいました。はい。でも尾形さんが僕を止めた時、うっかり一粒薬の中に落ちてしまったんじゃないかと。犯人は本当に僕なのかもしれない。警察の人にゴミ箱から発見された錠剤の数と僕が作った錠剤の数が合わないって言われました。一粒足りないと。それに父さんから検出された薬剤の量はちょうど一粒分だと聞きました。各自部屋で待機しているように警察に言われたんです。薬を煎じるのは尾形さんだから彼女は出入りしています。大橋さんは僕が2回目に厨房に行った時見かけました。不
不安だったんです。だからもう一度行って煎じ薬を捨てようと思ったんです。ただ僕が厨房に入った後すぐに大橋さんも入ってきて、仕方なく飲み物を取るふりをして出て行きました。薬を運びに僕と父さんが喧嘩したんだ。彼女にとっては格好のご機嫌取りのチャンスだったはずですよ。あの時母さんが父さんのざれ言に耳を傾けず父を家から追い出していればこんなことにならなかったのに。どうだ、手がかりは。ユージ君、とりあえず少し休みなさい。私たちは他の人に話を聞いてみる。左京さん、僕はもうダメなんですか？君が本当に何もしていなかったら、私たちが必ず無実を証明してみせよう。岩崎さん、立石先生に連絡してもらってもいいですか？何か考えがあるようだな。いいだろう。
尾形さんの証言で裕二君が容疑者になった。だが彼女の証言は矛盾が多く疑わしい。警察側が彼女に確認を取ったとき、弁護士先生の予想通りの言葉を言ったよ。警察が確認をする前に、尾形さんが二宮家の他の人物と接触する機会は？我々が駆けつけたとき、現場は相当混乱していた。口裏を合わせる暇なんてない。それに、他殺だと判断したのは、大橋が金目当てで父を殺したと二宮が言ったからだ。遺体と煎じ器具から同じアレルギー成分が検出されてから彼女は薬を落としたと証言した。それは結構です。奥様はあの子が嫌いですから、そばにいさせるのは逆効果ですよ。子供がいたからこそ彼女は二宮家に入れたと思いますが、どうして奥方は千代さんを嫌っているんですか？千代様は生まれつき病弱で、他の子より頭の回転も運動神経も悪く、旦那様はこの子を嫌っていました。奥様はあの子のせいで恥をかいたと思っているようで、以来千代様をずっと無視しているんです。逆に坊ちゃまは千代様によくしてくれました。二宮家に来る前からたまに千代様に会いに来てくれましたから。本妻の方は仕事が忙しく、坊ちゃまを構う暇がなかったと聞きました。おそらく千代様と自分を重ねているのかと。あなたは裕二君が犯人だと証言しています。代理弁護人としてお話を伺わせてもらいます。実は旦那様と奥様の仲はあまり良くないのです。旦那様は娘の千代様を嫌っていましたし、たまに飴をあげていましたが、普段はほとんど構いません。結婚しないのは千代様が一つの原因なのかもしれません。仲睦まじいとは言い難く、千代さんのことも嫌っていたのに、どうして彼は大橋さんと別れないんでしょうか？千代さんは今年で7歳です。あなたの証言から考えて7年間も一緒に過ごせるとは思えませんが。私にもよくわかりません。ただ奥様はたまに仕事の手伝いをしていたみたいなので、旦那様とも続いていられたのかと。もちろん奥様は普通の女性です。旦那様がいなかったら贅沢な生活なんて送れないのに、旦那様を殺めるなんて。
はい。この家で親しいというなら千代様以外だと坊ちゃまになります。私には娘がいましたが、まだ幼い頃に亡くなりました。その後子供には恵まれず、ですから千代様を我が子のように思っているんです。そんな千代様に優しい坊ちゃまにも情が移ってしまって。旦那様と奥様については。なら、あなたはなぜはっきりと警察に雄二君が犯行を起こしたと証言したのですか。あなたが雄二君を止めた後、誰かがまた細工したとは考えなかったんですか。それはありえません。この家で薬に詳しいのは旦那様と坊ちゃまだけですし、それにこれは事故、重い刑にはならないでしょ。その坊ちゃまに警察に反発しないよう説得してくれますか。そうすれば減刑できるかもしれませんし。奥様は事務作業を手伝っただけですよ。千代様、旦那様の漢方薬は2時間煎じて作ります。30分ごとに1回は火の調整が必要なんです。今日の分は10時から煎じ始めました。10時40分ごろに厨房に行くと坊ちゃまが煎じ器具の蓋を開けていて、ただごとではない気がして急いで坊ちゃまを止めたんです。そしたら坊ちゃまが持っていた薬が散らばってしまって、坊ちゃまも旦那様と喧嘩したせいで頭に血が上っただけで、私が説得したら怖くなったのか薬を捨てました。私もとても後悔しています。あの薬はもしかしたら私が坊ちゃまを止めた時に混じってしまったのかもしれません。薬を焦がしたと言って煎じ直せば旦那様にお叱りを受けるだけで済んだんです。どうせクビになるんですから。クビ？何のことですか。多分、いえ、理由はよくわからないんですが。そこまでにしなさい。これは尾形さんのプライベートの話だ。私た。旦那様の薬事情は二宮家のものなら皆知ってます。千代様の薬にも含まれるので保存の際注意するよう言われました。坊ちゃまが持っていた薬は千代様のものと似ていたからびっくりしました。はい、旦那様に薬を運ぶために奥様も厨房に来ました。11時40分頃だと思います。私が厨房に行ったら奥様と坊ちゃまがいて、奥様は
時間を間違えたのかもしれません。坊ちゃまは厨房に飲み物を取りに来てました。行ったんです。でも奥様は煎じすぎると旦那様が苦いと言って残すので、薄いまま全部飲んでもらった方がいいと。奥様は旦那様のことを思ってやっているのでしょう。それで薬を運んだ時に火傷をされたようで。坊ちゃまが2階、奥様は1階だけです。確定できますか？はい、私の部屋は1階で、午前中はずっと千代様と部屋にいたので、誰かが厨房に入るとすぐに音でわかるんです。先ほども言いました。私が坊ちゃまを止めた時に錠剤を落としたかもしれないと。その場合、あなたもユージ君と同じく過失致死罪に問われる可能性を考えませんでしたか？左京、証人を脅すな。矢崎さん、尾形さんへの質問は以上です。証拠の調査が終わるまで引き続き彼女を隔離しておいてください。もちろん、彼女は本件の重要参考人だからな。私はただ彼女は気が弱く、法意識が低い人なのか確認しただけだ。そういう人間は利用されやすい。さっきの会話から、彼女と二宮には利害関係。つまり、彼が尾形さんをクビにしようと考えていたことが分かった。それに、彼女の発言には矛盾が多い。確かに彼女はそう言ったが、二宮家は全員二宮ゆきなりのアレルギー事情を知ってるとも言った。薬学知識の有無は関係なく、家にいる全員が犯行に必要な知識を持っていたということだ。尾形さんに鎌をかけた時の反応から見て、彼女はおそらく大橋か何者かに利用されている。
7年も主人に仕えてきた家事代行が初対面の部外者に主人の不満をこぼしたのも気になるな。彼女はまるでわざと自分と大橋さんの不仲を見せているようだった。しかし共通の利益さえあれば人間の立場は気持ちと関係なく変わることがある。確かにそれは問題ではあるが、それだけでは十分な動機にはならない。制限行為能力者である千代さんが唯一の遺産相続人になるだろう。裕二君の犯行未遂の現場を目撃していた場合、緒方さんの選択はより簡単なものになる。裕二君はすでに犯行の計画を立てていた。それを利用しようとした可能性が高い。これはあくまで推測だ。大橋さんの証言も聞いてみよう。何のつもりだ。担当医と弁護士の方はおいおい調査する。警察は通さなくていい。その心配はいらない。それよりちゃんと座りなさい。ではこちらへ。彼らは裕二さんの弁護人です。あなたに少し質問したいみたいなので協力をお願いします。裕二の弁護士と話すことなんてないわ。
あの子は昔から私を嫌ってるの。雪成が死んで誰にも頼れなくなった私を今頃嘲笑ってるんでしょうね。大橋さんの専攻分野を教えていただけますか。以前二宮さんのアシスタントだったと伺いました。私は薬学専攻だったわよ。大学を卒業した後、雪成のところでアシスタントとして働いてたの。事務仕事ばかりだったけど、何年も薬学には触れていないし、もうほとんど忘れたわ。優等生のユージ君とは大違いね。やけどよ。漢方薬を運ぶときにうっかりしちゃったの。これは。雪成さんがしてくれたのよ。手のやけどを見て漢方を一旦置いて手当てしてくれたの。その後に彼が。大橋さん、今日は事件発生までに厨房へ行きましたか？何回出入りしました？何回行こうと関係ないでしょ。薬を入れたのは私じゃないんだから。大橋さん、ご協力お願いします。もう警察に話したことじゃない。一回だけよ、薬を運ぶためにね。あの子に構う暇なんてないわ。それに尾形さんがいるもの。雪成のお世話で手一杯よ。もし彼に何かあったら、私と千代を養ってくれる人はいないわけだし。早く結婚したいって催促したけど、本妻が亡くなったばかりだから結婚は不吉だって言われたわ。二宮家の財産は全部あの陰険坊やのものだし、私と千代はどうすればいいの？そうとは限りません。二宮さんの意思でお二人が相続人に指定される可能性もあります。それに千代さんは私生子ではありますが、相続権においてはユージ君と平等です。本当？うちの千代も相続できるってこと？産んだ甲斐があったわ。弁護士さん、今言った遺産の話、嘘じゃないわよね。千代さんにも相続権はありますが、二宮家の財産はほとんど雄二君の母親の遺産です。遺産相続人は雄二君に指定されています。大橋さんたちや雪成さんとは何の関係もありません。雪成さんからもらえるのは
おそらくこの屋敷だけです。そしてその半分もユージ君のものです。もちろん雪成さんの口座に現金が残っているかもしれませんが、詳細は存じ上げません。なんですって？8年もあいつと一緒にいて娘まで産んだのに結局何ももらえないなんて、いつもそうやって私を騙して。冷蔵庫の上から3段目、あの子にイチゴプリンを持って行って、食べれば泣き止むわ。尾形さんも役に立たないわね。子供の一人も静かにさせられないわけ。岩崎さん、質問は以上だ。事件現場に行きましょう。事件現場は私といきなりの寝室よ。何をするつもり？捜査をします。ダメ、許さないわ。寝室には私の私物がたくさんあるのよ。そんなこと許されるわけ。大橋さん、あなたは私が証拠を見つけるまでの間にまだ自白する機会がある。